よう、このクソ暑いのに随分熱心だな。薪割り、はかどってるか？俺はやりたくないって言ったのに、無理やり誘われたんだよ。しょうがねえだろ。他に付き合ってくれそうな奴がいねえんだから。月島爺は和武と一緒に情報集めに行っちまってるしな。他の連中は論外だし。和也のやつはどうしてるんだ？今朝から見かけないけど。どうせ何を聞いても答えるつもりなんてないだろうしな。あいつ、なんであんなに強気なんだろうな。十騎衆から外されたら、はぐれようにも同然だぜ。やっぱり、徳川家と密約でも交わしてるんじゃないのか？天下取りの手伝いをすれば、一族の安泰を約束する、とかさ。もし次の天下人とそういう密約を交わしてるんなら、鬼の関係もはぐれようにも関係ないもんな。これこれ、お前たち、滅多なことを言うもんではないぞ。誰しも簡単に明かせぬ事情というのはあるものじゃでの。俺たち十騎衆の仲間にも明かせねえ事情って、一体なんだよ。そうじゃの。例えば。例えば。この痩せの里を滅ぼして、鬼の力を徳川家に献上するつもりなのかもしれませんね。何？それは本当か？和也がそのような怪しい動きを見せておったのかの？ええ。ここに来たばかりの頃、何に使うのやら、痩せの里の絵図面や八角堂の見取り図を書いて、どこぞへ送ったりしているのを見かけましたから。まあ、それはただの冗談ですけど。こういう時につまらねえ冗談言うんじゃねえよ。本気にしたじゃねえか。おや、それは残念。こういう時こそ笑いと心の余裕が必要だと思ったのですがね。ったく、驚いて損しちまった。汗かいちまったし、血と井戸まで行ってくる。待てよ千歳、俺も行く。それでは我々も行きますか。また後ほど。五大老徳川家康の命令で上杉征伐が正式に決定したとのことだ。
次の天下人になるかもしれない家康が主導の戦だからな。覚えをめでたくしたい大名は無理をしてでも兵を出すだろうって見込みらしい。それに上杉が潰れれば120万石が分配されるってわけだ。予想通りかなり大掛かりな戦になりそうですね。まったく人間の欲には際限がない。どうした？何でも故郷から手紙が届いたらしくてな。部屋でそれを読んでるはずだぜ。お嬢、夕飯の支度を手伝ってきてくれんかの。手が足りんらしくて。さあ、飯だ飯だ。ここにいるとこれだけが楽しみになっちまうんだよな。お、千鬼丸、魚が残ってるじゃねえか。好き嫌いはよくねえな。食えねえんなら食ってやろうか。バカ野郎、やめろって。残してるんじゃなくて後で食うつもりなんだよ。まったく意地汚いですね。他の者の食事に手をつけるなど言語道断です。っておい、しれっとした顔で俺の膳に箸を伸ばすんじゃねえ。あんたら本当に一族の棟梁なのか。千鬼丸の言う通りだ。お前たちは一族を代表してここに来てるんだから、恥ずかしくない行動を心がけろ。そうは言っても、そもそも千鬼丸と我々では扱いが違うはずでしょう。それはつまり俺がチビだって言いたいのか。あ、そうなんだな。ちくしょう、俺だってあと数年すればな。お前も乗せられるなよ。ただでさえ少ないのに、これ以上減らされるなんてごめんだぞ。おれ、お前たち、醜い争いは許さんか。それでも各地の鬼を代表する十騎衆か。いやいや、仲が良くていいことではないか。千鬼丸も港すっかり打ち解けたようじゃし。こら、俺の魚を返せ。畜生、あの賊の正体を突き止めたらすぐにでもここを出て行ってやるからな。そういや、和也はどうしたんだ。姿が見当たらないが。食いたくねえって言ってんだから、ほっとけばいいだろ。もう俺たちの仲間じゃないから、一緒に飯を食う必要なんてねえって思ってるんじゃないか。
そういうわけにはいかないだろう。里を出るときは一言残していくように決められている。飯を食い終わったら近くを探してみるか。どうだ、いたか。こっちも空振りだ。どこに行っちまったんだろうな、あいつ。なんだ、何か思い当たることでもあるのか。この間みたいに家康に会うため伏見城に行ってるかもしれないってことか。何の根拠もないのに決めつけるな。まだはっきりしたわけじゃないんだ。この痩せの里を出るときは一言残していくようにって取り決めがある。あいつもそれは知ってるはずだ。何言ってんだよ。和也のやつが律儀にそんな決まりを守ると思うか。十騎衆から除名されても構わないって言ってるやつだぜ。なるほど、和也は伏見城に行っておるかもしれんのじゃな。悪いが、俺は三成のところに行くことになってるから、協力はできそうにない。そういうわけで、明日は早く出かけるから、今日はこれで休ませてもらう。すまないが、俺も手伝えねえ。明日からちょっと、里の外に出かけなきゃならねえ用事ができた。長いこと里を開けちまってるから、一族の連中がちゃんとやってるか連絡してみようと思ってよ。それは明日やらねばならぬ要件じゃないだろう。いや、まあいろいろ準備があるんだよ。向こうも大変かもしれねえし、俺半年も国に帰ってねえんだぞ。私も明日用事ができたので外出許可をください。そうですね、私も郷里に連絡をしたいということにしておきましょうか。おい、てめえ真似してんじゃねえよ。真似と言いましたか。どの口が真似と言ったのですか。お前たち何を勝手なことばかり言っている。十騎衆を何だと思っているのだ。まあまあ、そう怒鳴らんでもよかろう。短期は損期というではないか。彼らを止めることはできんじゃろう。無理を押し通せばますます結束が乱れるじゃろうしな。和也探しは明日以降じゃな。手が空いているものだけでやればよい。お前たち
用事を終えたらすぐここに戻ってくるのだぞ。おう、わかってるって。留守番を頼みましたよ、皆さん。遅くなる場合は連絡しますから。こんなところにいたのかよ。姫の様子はどうだ？じいさん方が今後のことについてお前と話し合いたいんだってさ。言ったらどうだ？ヤゼ姫がこんな状態だってのによくほったらかしにして里を出ることができるよな。はぐれ鬼の俺だってあんな真似できないぜ。ヤゼ姫の危機だってのに知らん顔のあいつらとここに残ってる俺、本当に鬼らしいのはどっちなんだろうな。どうした？
まさか意識がないのに涙なんて流すはずないだろう。見間違いじゃないのか。何？他の面々を追いかけたいじゃと？未熟なお前が説得に行って何ができるというのだ。我々の説得にも耳を貸さなかったのだぞ。そう頭ごなしに否定することはなかろう。年を取ることと頭が固くなることは必ずしも同義ではないじゃろうに。月島の言葉にも一理あるが、若手の棟梁たちが人間に取り込まれつつあるのは事実じゃからの。このままではこれから起こるという大きな乱に巻き込まれそうじゃ。打てる手は打っておくべきじゃな。無理に出かける必要などないのだぞ。かの者たちを信じて待つというのも棟梁としては間違った行動ではない。ではわしらは皆の様子を探ってくるかの。留守番は頼んだぞ、月島、お嬢。あいつら本当に戻ってくるのかな。もしかしたらこのままずっと帰ってこないつもりだったりして。そんなことないって言い切れるか。もう鬼の掟に背いてる奴がいるってのに。ちょっと様子を見てくる。お前はここにいろ。待て、監視もなく単独で行動させるわけにはいかん。共に行かせてもらうぞ。分かってるよ。ついてくれ、いいだろう。それじゃまた後でな。
僕だ。お、気づいたか。大丈夫か？頭フラフラしないか？鳥居に行く途中の道にお前が倒れてたんだよ。ほんと驚いたぜ。お前って殺しても死ななそうな顔してるのに。どうしたんだ？どこか痛いのか？今日暑かったからな、記憶が朦朧としてるんじゃないか。お嬢はここ半年ずっと姫のことで気を張りっぱなしだったからな、疲れが溜まっていたのだろう。留守番をしていた三人はどうじゃった？何か異変はなかったかの？あるはずないだろう。この俺が留守番してたんだぜ。だよな。どうしたのじゃ？元気がないようじゃが。それではそろそろ解散とするか。わしらとしては他の棟梁たちが一刻でも早くここへ戻ってきてくれるよう祈るばかりじゃな。
確かめたいことがあっての。わしらが留守にしている間、本当に異変はなかったのじゃな？本当か？別に隠し事などする必要はないのじゃぞ。まあそれはそうじゃろうが。